はいどうも、今回は今年最後のクワガタ採集に来ました。2019年は今日でクワガタ採集終わりです。で、ずっと天気が悪くて8月下旬なかなかこっち帰ってきてから行けなかったんですけど、今日8月31日です。はい、もうとうとうね8月最後になってしまいました。で、今日はね上の方も見ていって、最後のクワガタ採集したいと思います。はい、いや猛暑が終わってねだいぶ、まあ、過ごしやすくはないけどマシにはなりました。さあこの辺どうや。もうカブトムシは多分いないですね。前の動画の時もカブトムシ全然取れなかったんで、もうカブトムシのシーズン終わりました。いや結構樹液の匂いはするな。こことかなんかいそうやけどな。いた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 、落ちてきた落ちてきた。コクワ、もう一匹いるわ。やっぱりコクワ、ノコギリのメスかこれは。はい、木蹴ったら2匹落ちてきましたよ。上がコクワのオスで下がこれ多分ノコギリのメスです。コクワのメスではないな。もうないか。これちょっと蹴りにくいな。あれ。あー、この木はよく落ちてくる木や。あ、セミが止まってる。お、あ、落ちてきた落ちてきた。メス。はい、これはコクワのメスですね。ちっちゃいです。あ、結構おるなまだ。めっちゃ綺麗な白天花むぐりが死んでます。めっちゃ光ってる緑に。いやなんかスズメバチが結構多いですねやっぱり秋になってくると。ほらあの樹液んとこもスズメバチばっかです。3匹ぐらいおるな。ここもやばい、めっちゃおるスズメバチが。はい、このめっちゃ割れてる木のところもスズメバチばっかですね。あ、白天花むぐりが何匹かおるかな。クワガタはいなさそう。マジでスズメバチばっか。ここは結構白天花むぐりいますね。ただその他はスズメバチばっかで、上の方に蝶々います。タテハチョウ、ルリタテハかな多分。うん、ここにもスズメバチおるし、すごいなここで。なんか知らんけどこんなとこにフルーツがある。なんやこれ、みかんレモンか、わからんわ。やばい、スズメバチがめっちゃなんか液体飛ばしてくる。多分毒液やな。刺すだけじゃなくてなんか飛ばしてくるって聞いたことあるし、威嚇されてるっぽいな。オオスズメバチ欲しいな。はい、でっかいスズメバチ取れましたよ。これオオスズメかな。
はい、ダブルゲットしました。スズメバチ。うん、こいつらもでかいな。オスズメバチっぽいな。いや、すげえな、スズメバチ。お、お、お。やばい、殺し合いしてる。やっぱ巣が違うとこうなっちゃうんか。はい、近くの葉っぱにカマキリいました。オオカマキリか朝鮮カマキリですね。あ、朝鮮カマキリや。うん、オレンジですね。ちょっと分かりにくいけど。はい、ここはよくカブトムシの木って言ってる場所です。結構樹液出た後あるんですけど、結構乾いちゃってますね。うん、こう昼になると直射日光めっちゃ当たるんで、多分それが原因だと思うんですけど、クワガタとかも全然いないです。ヘビがいる。ヘビ、ヤマカガシや。超ちっちゃい。あー、怖っ。いやー、今ねヘビとか見てたら外国人の方に話しかけられて、多分中国人の方だと思うんですけど、あのちょっと言葉が通じなくて、あの携帯の翻訳みたいなやつで、何を撮ってるんですかって言われて、あのカブトムシとかクワガタ探してますって返したんですけど、そしたらなんか何か撮れましたかって聞かれて、あの撮れたやつを見せてあげたんですけど、なんかめっちゃ興味持ってくれはりましたね。うん、外国の方も昆虫好きな人好きなんかな。なんかちょっと嬉しいです。ただ英語も僕全然話せなかったんで、全然通じませんでした。もう翻訳アプリでしか。それは鳩の食べるもの、そう教えてあげたいのに、何も言えなかったあの日、僕は英語を習うと決めた。いや、ここなんか全然クヌギの木がない。あれ、ここなかったかな。はい、ここ前お父さんと最終来た時、ミヤマクワガタのメス取ったとこです。すっげー樹液の匂いがするけど、見た感じあんまおらんな。おっと、スズメバチがいる。スズメバチ、いや、マジでスズメバチばっか。はい、かなり奥の方来たんですけど、これクワガタの死骸が潰されてます。多分ミヤマやな、これミヤマかノコ。うん、多分ミヤマやと思うけど。くそー。はい、もうこの辺で終わりですね。これ以上先はちょっと進むん厳しいです。あー、意外とおらんな。やっぱり最初めっちゃ良かったけど、本当にスズメバチばっかです。うん、秋になったら活発ですけど、本当に活発です。じゃあ戻るか。はい、戻ってる最中に結構大きいトンボ取れました。オニヤンマではないよな、多分似てるけど、オニヤンマよりちょっとちっちゃいな。コオニヤンマかな。うん、うん、何トンボか分かる方いたらコメントで教えてください。多分コオニヤンマやと思うけど。あ、ちょっと羽が破れちゃってるな。じゃあな。あれあれ、あ、いや、ここはほんま相変わらずやな。ずっとスズメバチがいっぱいいます。なんか蝶々が結構増えたな。はい、ちょっと天気悪くなってきました。さっきまで晴れてたんですけど、結構暗くなってきたんで、雲が出てきて。
はい、というわけで帰ってきました。今回で2019年のクワガタ採集は終わりましたけど、今年はね、結構っていうかかなりたくさんの種類のクワガタをゲットすることができました。まあ定番のコクワガタ、ノコギリクワガタ、ミヤマクワガタはたくさん取れたし、でまあヒラタクワガタも取りに行って取ることできたし、でオニクワガタ、あの今年初めて見たんですけど取ることができました。でアカアシクワガタのオスも、あの去年取れなかったんですけど今年は取れました。で今ここに映ってるこれオオクワガタなんですけど、実はね8月にフォロワーさんと一緒に採集に行ってきたんですよね、オオクワガタ採集に。で撮影とかちょっとできなかったんですけど、あの場所バレちゃうとね乱獲されるっていう恐れがあるので、あの撮影はしないで採集に行ってきたんですけど、なんとねオオクワガタ4匹ぐらい取れたんですよ。オスメス合わせてオス3匹にメス1匹かな。でそのうちのオスだけ持って帰ってきたんですけど、こいつ61ミリです。はい、というわけでね、今年のクワガタ採集はかなり充実してました。まあ、他にはねキャンプに行ってミヤマクワガタ探しに行ったり、友達とダムの方とか行って、まあ、カブトムシ、ノコギリクワガタ取りに行ったり、かなり楽しかったです。